の女性アイドルはスタのメンバーである。北海道札幌市出身。エーベックスマネジメント所属。愛称はリリー。小学校3年生の頃から、アクターズスタジオ、北海道本部、スターゲート校に通い始め、オニオン、S、ガールズドリーム、WR などのユニットメンバーとして活動していた。2013年、エーベックスアイドルオーディション2013に合格。 アイドルストリートのデビュー候補生であるストリート生に4期生として加入し、同年4月1日に開催されたストリー,イーイング最終公演で、ストリート生内のチームであるイーストリート、札幌メンバーとしてお披露目された。同年8月7日、花があるとアイドルストリートがコラボレーションしたアイドルユニット花リちゅのメンバーに選ばれた。花りちでは3枚のインディーズシングルを発表。 サードシングル、カラフルハイタッチ、卒業カウントダウンでは、WR で組んでいた、吉田リオンと再びデュオを組み、リリリンネとして、卒業カウントダウンを歌唱している。花リッチュの活動とストリート生の活動を、並行していっていたが、2015年3月29日に、開催された、アイドルストリートストリート生全校集会2014年度終業式、で、 アイドルストリート第4弾グループワースタのメンバーに選ばれたことが発表された。メジャーデビューグループに選ばれたことにより、同年3月31日をもってストリート生としての活動を終了し、同年8月8日をもって花リチを卒業した。ワースタでのイメージカラーはパステルブルー、公式ニックネームはリリー。アイドルを目指したきっかけについて、小3からスクールに通っていて、 ダンスや演技などをやっていました。そのうちユニットを組んだりして、ライブなどで歌っているうちに、楽しくてアイドルになりたいと思うようになりましたと語っている。将来の夢は女優である。好きなアーティストはバックナンバー。ありがとうございます。